皆さん、こんにちは。乳がんサバイバーのパコママです。あ、こんにちはして。こんにちは。はい、私は2020年に乳がんステージ3の告知を受けました。はい。はい。で、治療内容は、こっちに出そうか。こちらです。こっちです。こっちです。はい。で、今は元気に経過観察中となっております。で、今回はね、抗がん剤治療の副作用の一つである脱毛、はい、脱毛についての、なんだろう、エピソードみたいなのをお話ししていきたいなって思います。過去にも私言ったんですけど、私ですね、本当に脱毛というものを舐めてて、もう生きれるんだったらもう脱毛なんて、みたいに思ってました。うん、でも、実際はね、抗がん剤治療が始まって髪が少しずつ減っていって落ち武者状態になるじゃないですか。もうね、だんだん地肌が見えてくると、こう鏡を見て自分と向き合ってはもう悲しくて悲しくって、本当に心がしんどかったです。本当ね、経験したからこそわかる、脱毛って想像以上心にきますね、うん、なので私自身、抗がん剤治療で一番メンタルに来たのは脱毛だと思ってます。あ、私がんなんだって、治療してるんだなって、もうね、一目で分かっちゃいますからね。うん、自覚するというか。まあ、ただ今となってはね、経験の一つとして、こう、抜けていく様子とか、写真撮っておけばよかったなって思う時も、まあ、あるんだけど、正直もう脱毛が始まってからは、写真に残そうとかってそういう気が一切起こらなくって、もうね、とにかく悲しくて悲しくて、ああ、私ってこんなに変わってしまうんだって。もうお風呂でさ、抜ける髪が溜まっていくでしょ？それを袋に入れて、はもう声をね、殺して、もうめちゃくちゃ泣いたの。覚えてる。めっちゃ悲しかったです。たくさん泣きました、本当に。まあ、それにね、脱毛中の頭っていうのは、夫にも、まあ、チビーズにも、まあ、次女ちゃんめちゃちっちゃかったけど、一切見せてないです。ほんとね、どんどんね、頭皮が、あらわになっていく自分の頭を見て、もう結局は耐えきれずに自分で剃ってしまったんだけど、まあ、そっからは結構吹っ切れたというか、もう髪の毛ね、もうそう簡単、おお大丈夫ですか？もうそう簡単には生えてこないから、まあ、そっからはスッキリした気持ちで過ごしてたかなって思います。まあ、そんな私がね、脱毛中にこうふと、これどうなんだっけ？って思ったこと、まあ、ちょっとした不安というか、そういったのを抱いたことがありました。それが、手術と放射線治療です。で、まず、手術についてなんですけど、入院してね、いざ手術となった時に、はぁって、私頭どうするんだろうって、手術室ってケア帽子いけるのかなって。で、実際はね、手持ちのケア帽子で OK をもらって、お気に入りのケア帽子で手術に挑みました。ただ、その、水が入った後、自分の記憶がこう、吹っ飛んだ後に、まあ、頭何か被せられたのかとか、一回剥がされたのかとかっていうのは、わからない。確認もしてないです。ただ、ベッドでね、目が覚めた時は、確かね、ケア帽子被ったままだったと認識をしているので、まあ、意識がある状態で、頭を誰かに見せたとかっていうのは、ないです。あとは放射線治療なんですけど、これについてはケア帽子ではなくて、半分ウィッグのやつと帽子をかぶっていきました。で、放射線治療前に事前に先生との面談というかお話、説明とかがあるんですけど、その時に脱毛中であることを伝えて、じゃあ今このかぶってるウィッグとキャップで行きましょうっていう話で認識を合わさせてもらいました。で、まあ、その後日ね、放射線治療の印付けがあったんですけど、印付けの時に帽子を取ってもらっていいですかって言われたんですよ。あ、痛かったろ？痛い。大丈夫？痛かったね。反対だよ、しかも疲れた。でね、その時は私ケア帽子とかも持ってってなくて、キャップを取ると半分ウィッグだからなんかちょっとおーってなっちゃうだろうし、もう絶対取りたくないって、めっちゃ嫌って思って、まあでもそしたら、一緒にね、付き添いで入ってた看護師さんが、まあ脱毛中っていうのも伝えていただいて、このウィッグとこの帽子でセットでっていうので確認取ってるから大丈夫ですって、このままで行くみたいですよっていうのを伝えてくれました。
まあ最終的にその帽子とウィッグ25回これからするんですけど、必ずこの組み合わせで毎回同じ状態で来れるようにそれでお願いしますねっていうので認識合わせで終わりました。で、無事に25回放射線治療をこのウィッグとキャップで終えてます。はい、まあね、本当もしあの場で絶対外してくださいって、外してもらわないと困りますみたいなことを言われてたら、本当心の準備ができてないままで、もうめっちゃ嫌じゃないですか。嫌よ、私は。嫌だろうなって思う。そしてね、絶対にものすごく嫌な記憶として残ってしまってただろうなとも思う。うん。まあ、ただ、病院によってね、対応はどうしても異なってくるとは思うので、まあ、脱毛中のね、手術とか放射線治療だけではなくて、検査とかもあると思うので、事前に、ケア防止とか OK かとかっていうのを確認してた方が直前になってこうドキドキしなくて済むと思うので、事前の確認はおすすめします。はい、これ、うん、抗がん剤治療を1回するだけでも結構メンタルくるじゃないですか。もう髪が抜け始めたらもう本当に辛い、悲しい。でそれをね、人前にやっぱり必要以上に出すっていうのは本当にメンタル削られると思うんです、うん、ね、個人のそういう気持ちが尊重される中でこう治療ができるに越したことはないなって思うので、相談ができるところとかがあれば相談したりとか、事前に確認はしておくとかできたらいいですね。うん、もう一回、うん、そっからもう一回全部最初からして、本当できるならね、そういったところは我慢したくないじゃないですか。で、まあ、私は必要以上にツルピカの頭をこう晒すってことをしなかったので、まあ、正直心は守られたなっていうふうに、まあ、病院側にもね、多分配慮していただいた部分があると思っているので、そこは救われたなって思ってます。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、もう終わるよ。もう終わるよ。はい、それでは今日はこの辺で、バイバイ。バイバイ。バイバーイ。バイバイ。バイバー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 イ。怖ーい。いや、怖ーい。待って、ママのクルトも。